京都府道61号京都京北線は、京都府京都市北区上賀もみその口町から同市、右京区京北上湯下町に至る主要地方道に指定された府道である。期限の異なる2本の府道のそれぞれ一部を合わせて、成立した路線である。北区と右京区との間には、車両通行不能区間により分断されており、北区側は、雲ヶ旗街道、大岩街道とも呼ばれる。 車両通行不能区間は、現在の国道四百七十七号交点から、国道百六十二号交点の区間を編入した、当時に、同区間にも抱えていた。京都府道六十一号区域の分かれ、交差点京都府道六十一号弁が淵カーブ、京都府道六十一号大岩京都府道六十一号、岩屋橋、府道は直進する京都府道六十一号、京北井戸町本路線は、 道路法第7条の規定に基づいた京都府の一般不道として1959年に京都府が初めて認定した282路線のうちの一つである笹ザサ井戸京都線及び笹井戸線のそれぞれ一部を前進としている。道法第56条の規定に基づき1976年の第4次主要地方道指定時に建設省が不道笹ザサ井戸 京都線の一部を主要地方道に指定したのを受け、1977年に京都府が京都京北線として認定した。さらに、1982年の第5次主要地方道指定時には本路線に、不動支え井戸線の一部を加える形で改めて京都京北線が制定されて、現在に至る。南側みその橋東詰めから坂を降り、 神鴨神社前ロータリーを経て北に伸びる。ヒーラギを縦断する区間は田畑に混じって新旧の民家が立ち並ぶ生活道路である。おおむね一直線に伸び、正田橋の北で二車線道路、京都府道38号京都広川原網山線と合流する。鴨川に架か,かる高橋北は東海自然歩道とも重なる。家並みが途絶え、 やや勾配のある長い坂に差し掛かる。この区間は、車坂と呼ばれる。これたか新能が、小野郷へ向かう折に謙遜な坂なので、この地で車を乗り捨てたという伝承があり、高貴な姫君がいは、ややは名院に参拝するにあたり、都から車坂まで筆者に揺られ、車坂からは腰に乗って参拝したとも言う。山幸橋の南で三さじに差し掛かり、 東方向に伸びる不動と分岐する。車両通行帯のない道路となり、道路福音が狭くなる。かつてはここで、道が途絶えていた。そのため、雲毛畑は、車坂から山に入り、峠を越えたという。この先の川沿いの街道は、江戸時代に開かれたとされるが、詳細は不明である。川沿いに、道が続くが、福音は狭く蛇行続きである。 ベンガフチカーブと呼ばれる、この区間は、かつて1976年に、大雨で寸断され、雲ヶ畑地域の住民に被害を与えた。現在は、部分的に拡幅工事が行われている。途中に、大岩と呼ばれる、その名の通りの大きな岩が東側に現れる。東海自然歩道とも分岐し、やがて、市の瀬、出会い橋を経て雲家畑の集落に至る。 眉美、杉坂集落へ向かう持ち越し峠との三冊を経て、鴨川の源流、岩屋橋へ着く。ここで、岩屋不動村で知られる市名院へ向かう道と分岐する。岩屋橋を過ぎると、民家元田へ、うっそうとした杉子立ちの中を一車線分の狭い道が、伸びるのみである。ハイカーやツーリングで峠に向かう人を除き、交通量はないに等しい。 北区と右京区の境界のソフ谷峠付近は、不動が途絶えており、自動車、バイクでの通行は不可能となっている。木を運ぶための林道があり、徒歩や自転車を押して進むことは可能である。北側桟敷ヶ岳により一旦途切れた61号線は、右京区の桟敷ヶ岳北六から再開する。井戸祖父、谷川の渓流沿いに道はおり、 京北井戸町の集落を抜け大井川を渡り国道477号に合流。上昇工事門前の三領橋で国道から分岐し、井戸谷沿いを走り、井戸峠を越えると津江谷に入る。京北上中町の津公橋で国道162号に合流して区間は終わる。三領橋津江橋島は京都一周トレールの京北ルートにもなっており、 徒歩で江戸峠を超えるハイカーも多い。路線認定された1977年当時は、京都市及び北区和田郡、京北町を通過する路線であったが、平成の大合併により京北町は2005年4月1日に京都市へ編入されて、右京区の一部になった。起点は、京都市北区の御の橋西詰交差点から道区区期の別れ交差点を経て、 同志左京区の生死にかけて経路を取っていた京都府道38号京都広川原宮山線とかつて接続していたが2004年4月19日に道路線の経路が変更されて以降は京都市道と接続している。ありがとうございます。